どうも、東京挫折組でーす。今日の企画は、瀬戸の髪の毛を食べさせようドッキリで、矢野くんね、今、出かけてるんですけども、矢野くんね、ふりかけが大好きなんですよ。そこでね、今日なんか矢野くんね、聞きふりかけ選手権っていう企画をやろうって言ってるんですけども、それで、僕の髪の毛をね、ふりかけにして、矢野くんに食べさせちゃいたいと思いまーす。それでは、早速、やってみよう。それではね、早速髪の毛ふりかけを作っていきたいと思います。でね、あんまりね、切りすぎるとね、矢野くん気づいちゃうんで、後ろ髪をね、ちょろっと切るぐらいのね。はーい。できましたー。あとは、矢野くんの帰りを待つだけです。今日の企画は、聞きふりかけ選手権。僕ですね、恥ずかしながら無類のふりかけ好き。恥ずかしいね。ですね、もう子供の時からいろんな種類のふりかけをね、これ食べてきたんですよ。この世のふりかけの味全部知ってんなと思って、だからね、今日は聞きふりかけ選手権。これ目隠しをしてね、だからこれのり玉とかね、すき焼きふりかけとかなんかいっぱいあるの。普段僕が結構食べてるふりかけ10種類、もう全部のふりかけの味を僕が当てていくだけというね。早速やってみよう。はい、それではね、早速聞きふりかけしていきたいと思うんですけども、ふりかけをもう10種類あらかじめ用意してあるので、ご飯がここにあるので、瀬戸さんがもうランダムにふりかけをかけていただいて、はい、でそれを僕が食べて味を当てていくと。いや、これまず見せますよ。はい、まず1種類目こちらです。これわかるかな。でも普段ね、僕がよく食べてる10種類なんで、あんまり匂いがもう食べなくてもわかるぐらいの、うん、すごい。1種類目から当てていきたいと思いますよ。はい、これどこにどうなってるんですかね。これまあ真ん中のところにかけてますんで、その真ん中がちょっとわからないんだよね、これどこが真ん中なのか。はい、はい、そこザク。あ、いいですね、いいですね。かかってますか。あ、もう思いっきりかかってます。はい、1種類目から早速いただきます。はい、もうね、のり玉の味しかしない。まあ正解もう言っちゃっていいですよ。これのり玉ですよね。これは、はい、のり玉です。素晴らしい。じゃあ瀬戸さん2種類目ね。はい、はい、2種類目がこちらです。じゃあかけますよ。はい、どうぞ。あ、かけました。かけましたか。はい、これも真ん中にかけましたんで。そう、だから真ん中がわからないですよ、よく。お、いいですね、そこです、そこです。ここですか。はい、2種類目ね、これが。はい、はい、それじゃあ2種類目いただきたいと思います。いただきます。わかるかな。さあ、なんだろう。これかかってる、ふりかけ。かかってます、かかってます。何これ、わかんないですか。なんすかこれ、ちょっと。わかんない。これもね、よくあると思うんですけどね。なんすかこれ、どうしたんですか。これなんか、なんか、ちょっと待ってください。どうしたんですか。なんこれ。なんこれ。どうしたんですか。なんか減ってかないんですけど。なんこれ。前、なんか変なのやったってこれ。バック。なんこれ。
え、何のふりかけだと思いますか。え、もう一回食べます。なんかやったっしょ。ちょっと待ってください。何、え、な、どうでした、ふりかけ。なんかやったっしょ。取っていい。いや、ちょっともう一回食べてみてもいいですよ、全然。なんかやったっしょ。ちょっとなんか分かんないですか。やっぱふりかけ好きなら分かんなきゃ。いや、それはキモい、ちょ悪い、なんか。何これ。筆？何？何これ？な、ふ、筆？これ。何これ？で、ちょ、もう取っていい？ちょっと待ってください。何？え、もう食べなくて大丈夫ですか？いや、なんで教えてくんないの？何？食べ物！何これ、わかんない、全然マジでわかんない。味はマジで何もないんだけど、なんか、うん、なんか減ってかない。口からねえ、何なの、何を入れたのよ。大丈夫なのこれ。ちょっとマジでちゃんと教えてくれや。わかんないですよね。わかんねえけど、なんか口の中が変なんだよ。なんだこれ。何が面白いんだよ、ちょっと分かんねえんだって、何が起きてんのか。あ、じゃあ全然取っていただいて大丈夫です。何これ、何これ。これマジで何、うわ、え、キモ、何これ。え、虫毛虫。これは瀬戸の髪の毛食べさせようドッキリです。マジかよ。くせえなと思ったんだよ。これは俺の髪の毛です。え、頭髪。マジでお前の髪の毛じゃん。ちょっと金だもん。うわ、お前。ね、まあ、本当に。持ち上げ。のりたまもちょっとね、味したと思いますけど、一緒になっちゃって。お前マジかよ。ただの髪、これはただの後ろ髪ですね。お前本当にさ。俺なんかもう筆かなんかだと思った、せめて。筆は入れないですよ。いや、髪は入れねえだろお前。どういう気持ちだ俺が食べてる時。結構ね、味わってましたね。いや、味わってたとかじゃねえんだよ、お前。なんか変だったんだよ。お前本当にヤバいって。あんまちょっと振りかけとしては分かんなかったですか。ちょっとマジで見てもらった方がいい、病院の先生とかに。これもうお前髪の毛を、いや髪の毛なんか見てもらったでしょ。お前お前マジでちょっと飛んじゃってるわ。見てる人笑わないって。こんな引く引く。もうまだ髪あるわ、口の中に。もう飲めねえだろこれ。お前やばいわ。じゃあ2品目ちょっと失敗ですね。もう2品目とかじゃねえ、全部失敗だよお前。お前の人生が失敗だよ、バカよお前。3品目いかないですか。いかねえよ、バカだ、バカだ、バカだ。何、呪いかけんのか俺に。お前これもうわら人形とかのシステムじゃねえかお前。じゃあ今回の検証結果どうですか。お前本当に一回考えろ自分のこと。見つめ直せってお前。あ、もうそれでいいですか、検証結果。だからなんでお前がそんな感じで、なんかそれでいいですかみたいな。こんなもん俺喋ってあげてるだけでも優しいよ。今日はこんな感じでいいんですか。なんだお前この野郎。東京座説
鈴組です。お願いします。どうも。